ウトネ島とは、伊豆諸島の豊島と新島の間に位置する無人島。行政区画は、東京都新島村に属する。富士箱根伊豆国立公園に含まれる。ウトネ島は、新島の北方約 4.5km に位置する島で、ある。面積は0.3平方キロメートルから0.4平方キロメートルである。島の周囲は切り立った崖に囲まれており、平地は、ほとんどない。 直径2から3キロメートル程度の海底火山噴火口の北縁の一部であり、火山島とされるが、噴火の記録はない。島は、流門岩系統の岩石と火山灰から構成されているとされていたり、玄武岩から構成されるとされることもあり、蘇生ははっきりとしない。島の名は、島内に祀られている、ウトネ光明神に由来する。天保校長には、ウトネと記載されている。 明治時代には、新島から移住した、島民1名から2名が養蚕を営んで生活していたこともある。移住者は、島の頂上部に存在する、わずかな平坦地に小屋を建て、雨水に頼って生活していたとされる。伊豆諸島の中で、かつて有人島でありながら、無人島化してしまった記録が残る3島のうちの1、島であり、これらの中で最も小さく、文献も、 乏しい島である。幻島図鑑の著者である清水博史によれば、ウトネ島に人が居住していたという記録としては、1933年に観光された新島大館の一分のみが確認されているだけである。この記録では、ウトネ島に人が居住したのは1893年から1904年の11年の間に1名が、1年のうち3月から7月の 間の期間居住を行っていたとされる。清水はこの居住者の子孫に取材をしており、その取材では前日の新島大館と異なり、居住した期間は2、3年程度で2名で居住していたという区でを聞いている。島の近海は工業場となっている。本島には磯場が点在し、オナガメジナ、石台、石垣台、モロコ、カンパチ、ヒラマサ、マグロ、カジキ、 イサキ、シマージュなどの大型業が釣れるため、釣り人が渡船を使って、しばしば上陸する。しかしこの周辺の海域は湿けやすく、年に50回くらいしか、私証ししできない。三倉島から豊島に移り住んだ南半島イルカが、東島周辺や四季根島、新島等にも住み着いている。ありがとうございます。